調布市民放送局がお送りする調布ワクワクステーション。調布で活躍している方々にお話を伺います。今年から前編後編2回に分けて全部で30分にわたりお送りいたします。今年の9月には待ちに待ったラグビーワールドカップが日本で行われます。ここ調布でも開会式開幕戦を含め8試合が行われる予定です。本日のゲストは調布市生活文化スポーツ部オリンピック・パラリンピック担当部長の小林達也さんに調布で行われるラグビーのことを中心にお伺いいたします。明けましておめでとうございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。さて今年はいよいよラグビーワールドカップが日本で開催されます。まずラグビーワールドカップの予定をお聞かせください。はい、ラグビーワールドカップ2019日本大会は、今年の9月の20日に開会式と開幕戦が行われます。会場となりますのが、市内にあります味の素スタジアム、大会期間中は東京スタジアムというふうに申し上げるんですが、ここからですね、全国12の会場で、合計48試合、これを44日間で行いまして、11月の2日に決勝戦、こちらは、横浜の国際総合競技場、が会場になりますが、こちらで行われます。全国ではどんな都市でやられるんですか？はい、北は札幌からですね、釜石、それから熊谷ですね、それから東京、それから横浜ですね、それから静岡、愛知県の豊田市、それから、東大阪、花園ラグビー場ですね、それから神戸、で九州に渡りまして福岡、それから熊本、大分という形になります。本当にもう北から南へ、そうですね、全国でやられるんですね。ただ開催期間の割には試合数が少ないなっていう感じもしますし、はい、試合数の割には開催期間が長いなって気もするんですけど、そうですね、非常にこう体力の消耗が激しいということで、基本的には週末の土曜日、日曜日を中心に行われるということで、平日に関しては行われないということで、約2ヶ月になりますね。調布市ではどのような試合が組まれているんでしょうか？はい、先ほど申し上げましたように開会式の後の開幕戦、こちらが日本対ロシアという形になります。9月の21日がフランス対アルゼンチン、29日が、オーストラリア対ウェールズ、10月の5日がイングランド対アルゼンチン、6日がニュージーランド対ナミビア、少し飛びまして10月の19日が準々決勝、20日も同様ですね、で11月の1日が3位決定戦という8試合になります。調布ではだいぶ強豪国が試合をするみたいですね。そうですね、どのカードも非常に魅力的な内容ですので、チケットの方も非常にこう販売状況がよろしいというふうに聞いております。そのチケットはどうやったら買えるんでしょうか？はい、残念ながらチケットを販売している店頭とかでこう買うことはできないんですね。大会の組織委員会の、ホームページから、まずご自身のご住所ですとかお名前ですとかといったところの登録をまず済ませていただいて、その後で購入とこういう手続きに入れます。でもう残された、チャンスが実はあと1回しかなくてですね、今月1月の19日から、一般の先着販売というものが行われまして、それがチケットを手にする最後のチャンスということになります。世界的なワールドカップですから世界中の人がチケットを買っているということは、なかなか買える機会、実際手にする機会が少ないかなと思うんですよ。チケット買えなかった場合はどうしたらいいですかね？はい、なんとかチケットを手にしたいという声もいろんな方から聞くんですけども、なかなか競争率が激しいという話も聞いております。で、実際そのチケットを手にすることができなかった方々にはですね、ファンゾーンと
こういうものを楽しんでいただければと思います。でこちら、ラグビーのワールドカップの大会の開催時には必ず、展開される内容なんですけども、メインのコンテンツになりますのが、パブリックビューイングですね、大きな画面で、試合の様子を、生中継で見るという形になります。で、今回その調布の駅前広場とグリーンホール、こちらが、ファンゾーンの、会場となる予定ですので、グリーンホールの大きな画面でですね、試合の様子を見ることができるかと思います。で加えまして、ステージが設けられた中でのさまざまなプログラムの展開ですね、おそらく歌あり踊りありというふうな形にもなろうかと思います。でさらには、各国のお料理ですとかの飲食の、ブースもございますので、いろんな楽しみ方ができるかなと思います。そのファンゾーンやパブリックビューイングはこれはお金がかかるものなんですか？いや、こちらは全て無料で、はい、行われますので、入ることは無料でできる。はい、大丈夫でございます。飲食は？そうですね、これはもう無料ですか？飲食の購入はこちらは有料ですか？有料という形になります。はい、先ほど試合は週末だけっていうふうにおっしゃっておりましたけども、そのファンゾーンも週末だけになる感じなんでしょうか？そうですね、基本的には、土曜日日曜日というものを中心に、ただ、東京スタジアムの方で試合がない時も、ファンゾーンを週末に展開する予定もありますので、そちらの方はより多くの方に楽しんでいただけるかなというふうに思います。なんか試合がなくてもグッズが買えたりとかするといいですよね。そうですね、はい、楽しめると思います。で、この機会にですね、ボランティアをしたいなっていう方もですね、多くいらっしゃると思うんですけども、その辺は何か募集とかされてるんでしょうか？はい、すでに大会の組織委員会が募集します公式のボランティアについては、募集が残念ながら終了してしまってるんですね。1万人の募集に対して、3万8000人という非常に多くの方が、応募されたというふうに聞いております。で、調布市としましては、初めて調布を訪れた方々にどうやっておもてなしをしようかということを考えておるんですが、例えば、駅の近くでの、交通の案内ですとか、あるいは、深大寺をはじめとする観光の名所のご案内、そのおもてなしの充実をするためのボランティアというものを市独自で、用意したいなというふうに考えておりまして、今後ボランティアの募集を行ってまいりたいと考えております。ただあれですね、語学の方も先ほど の開催する時のこう試合、相手の国のことを考えますとロシアとか、アルゼンチンとか、フランスとか、英語圏でないところの国の方も多くいらっしゃいますよね。はい、それなんかこう心配になるようなことがあるかなと思うんですけど。そうですね、全て、用意できれば一番いいんですけども、今回、調布にやってくる可能性のある国々というのは、全部で、日本含めて9カ国なんですね。で今おっしゃられたように、スペイン語もあれば、ロシア語もありという中での展開になります。で、もちろんその市内のお住まいの方でですね、語学が、お得意な方も多分たくさんいらっしゃると思いますので、そういった方々を中心に、また、語学はできないけども笑顔は、素敵な方とかもたくさんいらっしゃると思いますので、そういう方々にもぜひご参加いただいて、ボランティアということで活動していただければと思います。自分のこうやれる範囲でボランティアを楽しめばいいですかね。はい、今年のラグビーワールドカップに向けて調布市は今までどんな取り組みをしてきたんでしょうか？はい、まずですね、多くの方にラグビーの面白さを知っていただこうということで、初心者でも参加できます街中ラグビーといったイベントを調布駅前広場で開催しました。でそのイベントの中心になっていただいてますのが、ラグビーワールドカップが、調布にやってくるということが決まる、前からですね、なんとか、ワールドカップを盛り上げたいということで、事前キャンプの招致含めてですね、市内の若手のメンバーがさまざまな活動をされると
ういうのがありました。でその彼らが、中心となって、まあ、その街中ラグビーというイベントを考え出してですね、うん、企画運営含めて、うん、まあ、中心的な役割を担っていただいているということがございます、うん、はい。でまあ、昨年の6月、うん、それは11月ですね、うん、ラグビーの日本代表戦のパブリックビューイングもシアタス調布と調布の駅前広場で、行いましたけども、まあ、そこにも街中ラグビーの要素も取り入れながら展開できたという事例がございます、うんうん、具体的にはその街中ラグビーというのはイベントとしてはどういう種目をやるんですか？はい、お子さんから、はい、それから女性の方、はい、ご高齢の方も含めてですね、はい、気軽に参加できる形をということで、はい、まあ、3人1組の形をとってですね、はい、で、ボールをこう回しながら、まあ、トライを目指すという形なんですけどもね、まあ、3対3の対戦という形になります。やっぱトライするのが一番面白いですね。そうですね、はい、子どもたちが特にこう生き生きとした表情で、はい、が印象に残ってますね、はい、スクラムはどうですか？スクラムはですね、なかなかその難しいようでですね、うん、そのイベントの中では展開できないんですけど、うん、ちょっとスクラムという名前だけを借りて、うん、スクラムフェスティバルという形で、うん、先ほど申し上げたようなパブリックビューイングですとかいう内容も含めたイベントをこれまでに3回、うん、展開してまいりました、うん、子どもたちが楽しむ姿っていうふうに先ほど部長おっしゃいましたけども、はい、学校でもこのラグビーについては取り組んでいるようですね。そうですね、先ほど お話ししましたその家庭のメンバーを中心にですね、まあ、学校の中でも授業の中で、タグラグビーというものを、まあ、導入していただいて、うん、でそれをきっかけに、まあ、ラグビーへの競技への関心を持っていただこうということで、うんうん、こちらも早い段階からですね、うん、取り組みを進めておりました。タグラグビーというのは具体的にはどういうスポーツ、はい、なるんですか？そうですね、この、背中からこうタグと呼ばれるものをこう垂らしてですね、で、まあ、それを取られたらボールをこう次の人に渡さなきゃならないという簡単なルールなんですけども、こうボールを回してトライをしていく中でこうタグの取り合いという要素も入りますね。タックルの代わりに紐みたいなのを取る。そうですね、はい、そうするとパスをしなきゃいけないですか？そうですね、という形です。でその、まあ、タグラグビーの展開というのもですね、まず市内で広がりをこう見せていく前段として、まずそのタグラグビーを教えるのをどうやって教えようかというふうなことになってですね、まあ、ラグビーの経験者がまず各学校の先生方にやり方を教えてですね、でそこから全校に展開できたという例がありますので、非常に今現在、まあ、大きな動きになって、で、まあ、年に1回全部の小学校のチームが参加するタグラグビー大会というのを体育の日10月ですけれども、こちらで、昨年一昨年と、開催することができました、はい、今年もその大会はあるんでしょうか？そうですね、ちょうどその体育の日が大会ラグビーのワールドカップの本番の期間中になりますので、まあ、どういった形で展開しようか、実施できるかどうかということも含めてですね、今検討しております。はい、その時にやったら子どもたちもすごい盛り上がるんじゃないでしょうかね。その時だからこそというのもありますね、そうですよね、はい、このお正月の明けから9月の開幕戦までの間、開会式までの間にこの間で何か予定されていることっていうのはありますか？はい、まあ、機会を捉えてですね、また、まあ、街中ラグビーあるいはスクラムフェスティバルの展開ですね、こちらは継続して、今年もやっていきたいと思っております、はい、さていろいろとお話を伺ってまいりましたが、ここらで終わりの時間が近づいてまいりました、最後にこれからどんなことをするかご予定だけでもお聞かせ願いたいと思うんですけども、はい、いよいよ本番が近づいてきたというのがこう目に見える形でですね、広く市民の方にも知っていただきたいというふうに思いますので、ポスターですとかあるいはチラシですとかというものを、まあ、市内のいろんなところにですね、まあ、掲出をしていきながら、雰囲気を盛り上げていきたいというふうに考えております、さらには、まあ、本当にカウントダウンという形で一日一日こう進んでいくわけですけども、先ほど申し上げましたように、こう機運醸成のためのイベントですね、これを今までどうしてもその駅前広場というところを中心だったんですけども、まあ、市内いろんなところで、展開をしていければなというふうに思っております、はい、
今回の調布ワクワクステーションは今年行われるラグビーワールドカップについて調布市生活文化スポーツ部オリンピック・パラリンピック担当部長の小林達也さんをお迎えしてお送りいたしました。お話を伺ったのは昼尾信義でした。本日はありがとうございました。ありがとうございました。いかがでしたか。この番組の映像を調布市民放送局のホームページでもご覧いただけます。これからも調布で活躍されている方にお話を伺いますのでお楽しみに。今年から前編後編2回に分けてお送りをいたします。この放送の再放送は1月21日に放送されます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。それではまた来週お会いしましょう。